ねえんじゃねえか、これ。急ぐぞ。何？間に合え。うわなんだ？やったのか？いや、勝手に。かけらが！間に合わなかったか。この大空を私心たる私が治めてやろう。こっちはこっちで揉めてんだ。これ以上神様なんかお呼びじゃねえんだよ。ふん、斧が文言をわきまえぬクソ虫が、二度とその傲慢な口が聞けぬよう、その首我が疾風の一撃で引きちぎってくれるわ。私の風で、嵐で、無限に散れ！やばそうな奴のお出ましだ。やるしかないんだな。どうだ！いや！Yeah.
っと。バニータだ。バニータだ。セラマレスクロール。我が声を聞こえ、神の旋風を吹き払え。ああ？なんだかわかんないけど。で、貸してくれ。逃がせぬ。と青頭よい。空はあまねく無策士のもの。終わったのか。あれ、ノクトは？皆さん、ご無事でしたか？いや、ノクトがいない。まさか。でも、これは冒険者さん！びっくりした。消えたかと思ったよ。怪我はないか？いや、なんか夢見てた。夢？別になんともねえんだな。ああ、平気。よかった。私、てっきり向こうの世界に行ってしまったのではと。そのことなんだが、ヤジメイは向こうに帰れるのか？どうなんでしょうか。こちらに来た以上はそのうち帰れるとは思います。本当かそれ？はい、全然大丈夫です。むしろこの未知の大地に博物学者として胸の高鳴りが止まりません。私はしばらく残っていろいろ調べたいと思います。皆さんも何か気になるものがあったら教えてくださいね。そういえば、皆さんのお名前を聞いてませんでした。今聞くのかよ。そういや言ってなかったな。グラディオでいいぜ。はいはい、俺プロンプト。写真が趣味です。写真？ああ、写真っていうのは。おいおい、まだ紹介が終わってねえだろ。ごめんごめん。こちらでは天使の家を期待しパイリッシュ。なんだその紹介。神に言うか、異界の固くに起こされし者。我が名は長きまどろみに起用。なれば、かの乱心の名をもらうとしよう。我が名はガルーダ。神々と共に、暗き御世に恐怖を。